サバンナ行く。大江島へ向かって。三つの神宮の僧侶のおみきの力と、この為信様の五つの誓いで、鬼どもを征伐し、民の恐怖を取り除こう。そして二日後、サバには大江島へと到着した。おおさお、報告、おおさお、あの山を登るんだ。くれぐれも用心するように。とうとうやってきたか。国神博士はどうした？大江島にこの奇妙な円盤状の物体があった。この中で国神博士はクローン鬼を大量生産しようと実験を重ねていた。そして大友の鶴姫もこの中にいた。崖を登ってゆく五人の山伏。これはこれは、わざわざこんな地の果ての島に位の高いお坊様が5人も。こちらへどうぞ。うん、酒の好きな皇帝とお聞きして手土産を持ってまいりました。これはありがたいが、その前にそちたちのどなたかが先に召し上がられるがよい。どうした？私がご相伴に預かりましょう。これはどういうことだ？私が飲む。僕も飲むよ。この者は持病がありまして、ほらこの通り。これは早がてんした。こうして支援が始まった。この先彼らは無事に酒呑童子を倒すことができるであろうか。それは神のみぞ知る。